い、ありがとうございます。先ほどまでは国際協力に興味を持ったきっかけからオーストラリアの大学に行かれて、その後インターンっていうところで、その次 NPO に勤められると思うんですけど、もう一度お名前お聞きしてもいいですか？私が勤務していたのが広島平和構築人材育成センター、うんうん、で通称 HPC というふうに呼ばれている NPO になります。あ、そうなんですね、はい、そこの HPC っていう団体はどういった業務をされてらっしゃるんですか？はい、HPC は外務省の委託で、今後国際協力、国連ですとか NGO ですとかで働いていきたいっていうふうに考えている方向けの研修の運営をされていますね。へー、そうなんですね。ちょっと具体的にお聞きしたいんですけど、もともと国際協力に興味がある人もない人も参加はできて、はい、その人たちのキャリアが今後国連に入りたいとか、もしくはそれ以外の国際協力団体に入りたいっていうふうに考えている人たち向けのサービスを提供しているような団体ってことですか？そうなりますね。はい、もともとの勤務経験の業界は問わず。ちなみに国連とかに行くキャリアパスがもうその団体ではあるような？そうなんです。 JPO っていうのがあるじゃないですか、あの外務省がやっている、はい、いわゆる応募して2年間ぐらいでしたっけ、2年間ぐらい国連に派遣されて、まあ、いわゆる国連の道に行きますよっていう制度ですよね。それの若干ジュニア版というふうに思っていただければいいと思うんですけれども、まあ、一応そういったところを目指している方々にとっては登竜門的な場所だと思ってます。面白いですね。そんなところをやってる団体があったんですね。はいはい、そうなんですよ。 HPC はそれだけじゃないんですけれども、はい、中でもさっき言ったのが一番メインで、プライマリーコースっていうふうに言われているコースなんですけれども、はい、年一で募集を行っていて、日本人の約10名の方を対象に応募を行っているっていう感じ、はい、なるほど。10名の方がじゃあ応募で受かってで、その人全員がいわゆる国連のどっかに所属ができるようなイメージなんですか？そうですね。国連の UNV っていうのがあります、はいはいはい、UN ボランティアの方を通してマッチングして、はい、で派遣されるというふうなイメージなんですけれども、書類審査、面接を通して受かった10名は基本的にはそのマッチングがもう保証されている、どこかの機関には派遣されるという、まあ、JPO と本当にそこは同じだと思うんですけれども、はい、そのようなイメージで、 JPO との大きな違いとしては、国外派遣の前に国内研修という期間がありまして、その時は通った10名プラスで、国内研修の期間だけ海外からプラス10名ぐらいかな、はい、あのいろいろな国の方がその研修に入ってもらって、トータル20名ほどで座学として派遣される前にいろいろと心構えですとか、海外と方とのまあ共同生活っていう風にもなるので、いろいろな経験してもらってからっていう感じになります。なるほど。そう、海外から来られた10名って、はいはい、どうやって募集してるんですか？それは確かその外務省が国を決めるんですね、まず最初10カ国、はい、で年ごとに変わっていくんですけれども、比較的先進国ではない国から選ばれるんですけれども、大使館ベースに確か公募を行っていたと思います。ああ、そうなんですね、はい、そっか。だからある一定の期間日本で研修を受けられますよっていうのを各大使館で募集をかけて、それで集まって面接して受かった人たちが日本に来れると、日本にやってきてくださって、その5週間の研修を一緒に受けるっていう形になります。なるほど。実際10名年に募集されるじゃないですか、はい、倍率って高いんですか？倍率は多分近年高めになってる傾向はあるかなというふうに思うんですけれども、 2,3 倍あ、そうなんですね、かなというふうに思います。ありがとうございます。ちなみにあゆみさんが2年間働かれていて、年に10人募集されて受かっていくじゃないですか、国際協力にもともとバックグラウンドを持っていた人の割合と持っていなかった人の割合ってざっくりなんかイメージあります？イメージとしては意外とバックグラウンドが全然違うところの方も多い。そうなんですね。なのでもしかしたら半分ぐらい行くこともあるんじゃないですかね。なるほど。5対5ぐらい。そうなんですね、はい、ありがとうございます。先ほどまでは HPC の、まあ、いわゆる業務内容と、まあ、そのプログラムに対してのコストとかちょっと具体的にお聞きしたんですけど、2年間 HPC に勤められていらっしゃったじゃないですか、一番あゆみさんが印象に残ってることとか一番学んだことってありますか？そうですね、学んだことで言えば、私自身も国際協力の分野に関心はあったものの、そんなに知識っていう風にはなかったので、はい、実際にそういったところで働いている現場の方ですとかがその講師としていらっしゃって、もちろん私は運営側だったので、うん、研修対象者ではなかったんですけど、そういった話をちょっと聞きながらも、ああなるほどと、なるほど、その自分の そうですね、知識にもなったっていうのがまず一つありますね、はい、で他に印象に残っていることですと、研修の方、日本人の方々、今後キャリアを国際機関で積んでいこうという
すごいパッションがみなぎる方々と、まあ、接していてすごく刺激的で良かったなっていうふうに思ってます。なるほど。やっぱりその HPG で運営者として参加しつつも研修も実際に聞くことができるんで、そこでのナレッジも溜まっていくし、かつそこに応募されてきた方ってやっぱり志が高い方が多いんで、まあ、そういった人たちと話をする機会で自分のモチベーションも上がっていくと。そうですね、っていうことだったんですね。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ HPC に2年間ぐらい勤められて、その後また変えられるんですかね。そうですね、その後転職をさせていただきました。それが今の現職になるんですけれども、 NGO Peace with Japan というところで、はいはい、勤めさせていただいてます。なるほど。実際に Peace with Japan ではどういった業務をされていらっしゃるのかっていうところと、はい、あとそもそもそこに入ったきっかけっていうところもちょっとお聞きしたいんですけど、実際どうなんですかね。はい、まず入ったきっかけは先ほども言ったように、その HPC での国内研修に携わってる時に、これから現場に行く方々のそのいろいろなパッションに触れて刺激的だったというのと、はい、自分もちょっと現場に行ってみたいというふうに関心を持ち始めたのがきっかけですかね。はい、なるほど、はい、そういうことなんですね。はい、実際具体的な仕事の内容はどういうことをされてらっしゃるんですか。そうですね、 Peace with Japan は基本的には人道支援ということで、国内事業も行ってるんですけど、国内では災害支援を行って、で海外では災害もそうですし、紛争後の支援ですとか、そういった人道支援を行ってます。なるほどですね。はい、対象としている国とかって複数ある感じなんですかね。そうですね、すごく様々な国で結構規模大きめでやってると思うんですけれども、中東、アジア、そしてアフリカですね、でやっていて、でその中で自分はアフリカ担当として勤務を開始しました。なるほど。僕のイメージなんですけれども、人道支援って対象者はインパクトがあったような方だと思うんですけど、どういったことをされているのかでいうと、幅広いなんかアプローチあるのかなと思ってたんですね。例えば農業で収入向上支援だったりだとか、あとはそもそも衛生教育がなってないからとか、そういったいろんなところあると思うんですけど、具体的にどういうことをされてらっしゃったんですか。そうですね、ピースウィンズ自体は本当に様々なことをやっているので、緊急人道のところ、食料支援ですとかシェルター支援とか、そういったところからちょっと安定期に入った部分、その開発支援ですね、そのさっきおっしゃったような農業の支援ですとか収入向上支援ですとか、そういったこともどちらもやってるんですけれども、アフリカではどちらかというと緊急人道支援よりのことをしていました。なるほど、はい、だから食料支援であったりだとかシェルターっていうところを、そうですね、シェルターを作るみたいな。そうですね、シェルターだと対象者が例えば難民とか、その国外に逃れてきた方々を対象に、その方々が居住している地域があって、でそこにも全く何もない状態から入ってったりするので、シェルタープラスチックのターポリンって呼ばれるなんか白いシートとか、写真で見たことある方多いかもしれないんですけれども、そういうものがシェルターって呼ばれていまして、はいはいはい、でそれを提供したりとか、で今後その長期でそこで住んでいく暮らしていくっていうことになったら、今度はまた違うあのシェルターといいますか、居住を建ててあげる、その建設してあげるというような、そういった支援も行っています。あ、そうなんですね、はい、シェルターってちょっともう少しイメージ膨らましたいなと思ってるんですけど、はいはい、なんかそこで住めるようなテントみたいな感じのやつですか。シェルターといってもなんか本当にその国のどこでやっているかとか、どの団体さんがやってるかとかでちょっと違ってくるんですけれども、 なので世帯向けのシェルターもありますし、大きいものだといろいろな方が入ってくるというところもあるんですけれども、はい、様々ですね。そこで住めるようにはなってるような感じなんですか。そうですね、そこで寝泊まりして住めるようになってます。なるほどですね。だからそういったところをゼロから作っていくし、かつ国であったりだとかによって置いていい置いちゃいけないとか、そういったところもあるから、そこも調整しつつやんないといけないっていうところがあるんですね。はい、なので統一化できないっていう感じはある感じなんですか。そうですね、私はウガンダに駐在させていただいて、まあ2018年19年1年半ぐらいいたんですけれども、その中でシェルター支援をさせていただいてまして、ウガンダはちょっと面白くて、難民をこう積極的に受け入れていて、でその方々がその長期で暮らしていくっていうことを見据えて、医療ですとかその職業の自由を許可しているっていう部分がありまして、それちょっと特徴があったので、シェルターもなんか比較的さっき言ったようなプラスチック、本当に仮仮設っていう感じではなく、ちゃんとしたレンガを積んでたりとか、あの鉄シートでこう屋根を作ったりとか、もう比較的ちゃんとしているお家を建てていました。あ、そうなんですね、はい、それを何世帯も作るわけですよね。そうですね、何世帯分も作っていく
くんですけれども、はい、もうそれ家ですね、はい、そうですね、お家ですね。そうなんだ、はいはい、そういうことをされてるんですね。そうですね。ちなみにウガンダにおられたと思うんですけど、駐在してる時の一日の生活ってどんな感じだったのかってざっくりお聞きしてもいいですか。はい、基本的に移動手段が徒歩圏内ではあったんですけれども、宿舎から事務所まで自動車で出勤して、はいはい、で、まあ、仕事して、はい、で、まあ、一応治安の問題もあるので、はい、そんなに残業もせずにまた家に戻って、はい、でたまに家に戻る途中に市場とかに寄って食材を調達して帰るっていう、はい、あんまり面白くない一日、まあ、それ治安の部分もありますからね。そうです、ね、ありがとうございます、はい、じゃあちょっと次からはウガンダで少し面白い話もちょっと含めつつお聞きしていきたいなというふうに考えてます。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。